今回は高砂市向島公園に来ています。県立高砂海浜公園に隣接している公園です。無料の駐車場がありますが、休日には満車になることも多いです。何もいませんね。何か鳥がいます。クジャクみたいですね。かわいい。こちらにもたくさんいました。もう一つの檻にも何かいるんでしょうか。行ってみましょう。看板にはカモと書いてありましたが、何もいませんね。残念。遊具は少なめの公園ですが、芝生が綺麗でとても気持ちがいい公園です。ベンチもたくさんあるので、お弁当を持ってくるのもいいですね。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。